アルビンド・ケジリワルは、インドの政治家、デリー首都圏首相。1968年ハリヤーナー州市ワに生まれ、インド工科大学、カラグプル校にて、機械工学の学位を習得。卒業後、インド国税庁にて、税務署職員として勤務する。税務署職員辞任後は、社会運動家として活動、アンナ・ハザレの、反王職運動に参加し、アームアードミトーを結成した。 2013年12月にデリー首都圏で行われた選挙で汚職根絶を掲げデリー首都圏首相に就任したが2014年2月14日議会が汚職防止法案を否決したことに抗議するため辞任したデリー首都圏首相在任中は汚職撲滅ホットラインを設置したこの汚職撲滅ホットラインの受付時間は午前8時から午後10時までで 公務員が賄賂を要求してきた場合の対応を助言する。その後2015年2月7日に、デリー首都圏で行われた選挙において、自らが党首を務めるアームアードミトーが全70議席中67議席を獲得し、躍進しけじりはある、は、再び首都圏首相に就任することになった。なお、2006年には、マグサイサイ賞を受賞し、2014年には、タイム100に選ばれている。 ありがとうございます。